ゴールデンウィークから夏に向けて、またもしかしたら秋かもしれないんだけども、旅行が増えますよね。そんな時の服装、どうしてますか大人が楽しむためのトラベルウェア、ご紹介します。はい、こんにちは、森下です。今日はですね、まあ今ちょうど見てる方はゴールデンウィークぐらいなんですかね。で、こっからまた夏休みとかあって、 まあ、ちょっとずらして秋に旅行。まあ、今年はね、ちょっと海外旅行なかなか行けないかもしれませんけど、まあ、その時の旅自宅というか、旅の時に何を着るのっていう話をちょっとしたいなと思ってます。で、まあ、僕もですね、いろいろこう旅っていろいろあるんですけども、まあ、今回のケースは、あの、僕なんかだとサーフトリップとか行くんですけど、そういう時ってもう気のみ気のままで行くんで、そういうんじゃなくて、僕の場合だと、例えばその家族旅行でちょっとロッカに行って、 まあ夜はそのイタリアン、またイタリアンだ。<laughs> えっと、ごめんなさい。イタリアンやめよう。フレンチ。いや、違う違う。ちょっといい、あの、ディナーを食べようみたいなところに行くケースだったりとか。あとね、僕ちょっとがっかりするのが、家族旅行した時の写真を撮ると、全部ショートパンツに T シャツみたいだったりするじゃないですか。で、まあ旅行だから荷物を最小限にしようみたいに思って、まあそれはそれで悪くないんだけど、まあ思い出の写真が全てそういうラフな格好っていうのが、ちょっと自分的には嫌だなって思ってることがあって、 パートナーとかは、なんか、ちゃんとオシャレな服を毎日着替えて。で、一方で男性だけはなんか、なぜか半袖短パンになってるから、なんかそういうんじゃないのにしようって思い立ってから、少しずつ旅行のスタイル変えたんですけども、ピッティオンオムとか僕行くんですね。世界最大のメンズの展示会。あれはもう衣装として持ってくんで、もうスーツケース、まあ、満杯に詰めて持ってくんで、それはちょっと置いといて、そうじゃなくて、荷物を最小限なんだけど、それなりに見える格好みたいのを、いろいろこう模索してたわけですね。 そのコツを今日ちょっとお教えしようかなということです。で、今日紹介したいのは、チルコロのセットアップと、えー、と、あと、ボレリオのパンツと、えっ、ー、と、あと、インコテックスの、えっ、ー、と、ストレッチの、えー、ウールパンツ。この3つを中心にちょっとご紹介していきたいと思ってます。で、まずはじめに行きましょうということで、ボレリオのパンツですね。ちょっと上脱ぎます。えっ、ー、と、旅慣れた人は、おそらく、 粋きにハイテクパンツを現地でもドレスっぽく使えるっていうふうに使い、まあトランスフォームさせてですね、あの一粒で二度美味しいような使い方をするんじゃないかなと思うんですよね。だからまず一つ目のポイントはパンツをドレスも、えー、カジュアル。生きはこういうスニーカースタイルでこうやっていけるようなのにも使えるし、一点さっきみたいなこうドレスっぽくも使えるっていうのを多分使うというのがポイントになってくるかなと思うんですよね。それパンツの選び方。 で、二点目が、多分このトップス系を、これも、なんかいちいちそのカジュアル用なんとかようにならないように、まあ使いこなしできるようなものを選ぶっていうのが多分二点目のポイント。で、今この格好って僕実は今日、あの、大阪に出張行ってたんですね。で、さっき帰ってきて、まあ今日のスケジュールを見たら今日の夜からこの撮影やるみたいなのが勝手に入れられてて、すげえ怖えなこの会社と思いながら今撮ってるんですけども、まあそのまま、その足でこのまま来ました。で、 これ、あの、前回紹介した、あの、スリードッツのツーパックティーですね。ツーパックティー。で、この格好で、あの、ホテルね、終わって、さあ行くぞ、みたいな感じで、さあ出かけるぞと。で、実は、ま、後ほどの、あの、説明しようと思ったんですけど、このボレリオのパンツが、ショーラーっていう、あの、スイスのめちゃめちゃいい素材なんですね。撥水素材で、ストレッチが効いてて、撥水も効いてる素材。これが全く一緒のものなんで、こっちがハルバーチョーなんで、ちょっと後で履いてみますけど、新幹線とか飛行機とか乗った時に、ってなんかこぼれがちじゃないですか、なんか。 だから、これ履いとけば、なんかこぼしても、まあちょっと水でこうやって、なんなら切り拭きやってパッパってやっちゃえば取れちゃうから、こういう汚れに強いパンツっていうのは1個。で、しかも、オンでもオフでも使えるっていうのを履いておくのがポイント。で、上はね、なんかこう、白 T って汚れやすいからちょっと怖いなと思ったんだけど、まあでもせっかく持ってきたし、かっこいいから着てこうと思って、着たんですけど、まあ案の定ですね、こういいよ。今日初めて着たのにもうこぼしてたんですよ。まあこれ愚痴なんですけど、結局こういうことってあるよなぁとか思って、まあちょっと、 おしぼりでやったら少しこう見えなくなったから良かったなと思って。というわけでやっぱり旅行中って何かしらのアクセントでコーヒーが飛んだりとか,飛んだりとかスパゲッティが飛んだりとかしがちなのでなるべくやっぱ汚れに強いもの。まあ上はいいとしても下は本当それで台無しになっちゃうからそういう汚れに強い生地のものっていうのがいいかなと思います。まあ、かま で、これが、その、ボレリオですね。まあ、前も紹介しましたけど、これ、腰回りがゆったりして、テーパードがギュッと来てるんで、非常にこう、カジュアルでも、あの、オンでもオフでもすごく綺麗なシルエットで決まるんですね。なんか、この T シャツにスニーカー、スニーカーはこれヘルノのやつなんで、これも、ヘルノラミナのやつって紹介まだしてなかったかな。これもすっげえ良くて、これもまさに僕も大阪市張に入ってって、まあ、オンでもオフでもずーっとこれ入ってたんですけど、例えばこの感じで、ジャケットを着ても、 まあいけちゃうんですよね。今ね、あのファッション系では注目されてるスカラッパっていうところはトレラン系のあの靴の得意なところなんですよね。そこと多分コラボしているのラミナが出してるんですけども。だからまあ今っぽい感じのデザインになってて、まああのセットアップジャケットスタイルでも、本当にさっきみたいな T シャツ1枚のカジュアルスタイルでも使えるっていう、まあ靴もある意味オンオフ使えるんですけどもっていう感じ。でこういう感じになるんで全然あの問題ないかなと。せっかくだからこの春バージョンちょっと着てみますね。 はい、書いてみました。まあ、別にタックインじゃなくてタッカーアちょっもいいと思うんですけども、まあタックインしてあげて、まあこれライクニットって皆さんご存知のラルディーニのすごく軽い軽量のジャケット。これを1枚、まあ、ハリモン、カーディガン代わりに1枚入れてあげといて、で、これとこれを着ていくと。で、靴は、まあ、こっちのちょっとドレススーツを1個入れてあげると、多分現地にすごく、あの、はかどるかなと思うんで、まあ、こういう感じにしてあげるというのがいいですね。で、まあこれでちょっと、まあ、 えっと、ディナー行ってもいいんだけど、あとシャツスタイルもちょっとやってみましょう。はい、シャツに変えてみました。あの、腰回りゆったりで、股上が深いんで、シャツスタイル苦手かなと思っている方も多分いると思うんですけども、意外にこう、あの、そうですね、なんかゆったり系のシャツは得意かなっていうのは多分簡単に想像つくんですけども、こういうジャストビットのもの大丈夫かなと思う方もいると思うんですけど、大丈夫です。ただ、一点だけ気をつけたいのはこのブラウジングですね。 ここのブラウジングをちゃんとこうやってしてあげないと。ブラウジングってこうやって引っ張り出してこうやって出すんですよ、少し。これを、この普通のシャツを着るときみたいにガッちリ入れてこうやってやっちゃうと変なんですよね。だからこれを少しこうやって出してバランスを整えてあげる。まあちょっとごめんなさい、適当だけど。まあ、後ろもね、少しこう引っ張り出して、ここを少しゆったり感出してあげると変じゃなくなるので、まあそこのブラウジングっていうこのテクニックは必ずこの、 股た深め、腰回りゆったりの今っぽいパンツの時で、タックインでシャツ着るととか T シャツ着る時は必ずやるというのは鉄板です。やってください。あとはまあ普通にタックアウトでも全然いけちゃうので、まあこういう感じですね。で、まあさっきのタックインの時もそうなんだけど、まあまた腕まくってあげると。僕はあの前も言ったけど肘まで巻くの好きじゃないんで、ね、なんだろう、並ぶ分丈ぐらいがちょっと大人っぽくかなと思って好きなので、まあ二折りぐらいしてあげて、 まあこうぐらいで止めてあげるっていう感じが好きです。で、やっぱりこの辺のパンツのいいところは、あの、まあ、このパンツの紹介になっちゃったけど、このパンツのいいところはやっぱりタッカーアウトしちゃうと、この辺の腰回りの特徴が結構消えるんですよ。だから普通のパンツっぽく見えるので、あの、誰でもこなしやすいっていうのが、このパンツのすごいいいところなんで、ま、ぜひちょっと試してみてほしいなという思うパンツ。で、これは、えっと、チャド2っていうモデルで、さっき言ったようにショーラーっていう、 あの、撥水性、それ、撥水性のあるめちゃめちゃいい生地。スイスのめちゃめちゃいい生地。高級素材を使ってるっていうのがポイントになってます。これがまず一つ目のトラベル向け、トラベルに持ってけウェアの一つ目ですね。じゃあ二つ目行きましょう。チルコロのセットアップ。ちょっと着てみます。ちょっと順序が逆になりますが、これは先にシャツスタイルでドレスシューズ。フェランテのシューズに変えました。 ちょっと、さっきボードインラン,ランジだったんですけど、フェランテに変えたんで、ちょっとその辺後で説明しますが、まあこれもジャージなんですよね、素材が。もうめちゃめちゃストレッチするジャージ素材でセットアップなんで、まあ本当に着心地はパジャマのように楽で、ドレススタイルも使えると。まあジャケットちょっと羽織ってますね。という感じで、まあこれはもう言うまでもなく、あのー、なんていうか、タイドアップまで行けちゃうんですよね。もうスーツにしか見えないので。 なんで、ここ、こういう感じは全然合うでしょうっていうのは多分皆さん分かりだと思うんですよ。じゃあ、行きの飛行機どうするんだってう話じゃあ、ちょっとさっきの T シャツとスニーカーに変えてみます。はい、着替えました。足元を前回もスニーカー特集でご紹介した、まあ、ヨークのスニーカーに変えました。こっち白だけど、まあ、ちょっと黒にしてみました。まあ、これで、あの、行きはもう荷物持って行っちゃえばいいですし、で、このね、ジャケットがもう荷物に入れるのめんどくさいっていうんであれば、この格好で、 来ちゃってもいいんですよね。全然、あの、来てもおかしくない。これがやっぱり散る頃の強さだ、強さかなと思います。こんな感じ。で、現地の、現地でバックどうすんのって思うじゃないですか。その時にこの辺のザッツ、マイクロファイバーでめちゃめちゃ軽くて柔らかいやつを持っていくといいかなと思います。まあ、現地はこういう感じで軽く歩いてあげると。あと、このショルダーもあるんで、こういうやつですね。中 こんな感じです。こんな感じで、まあ、現地では歩くと。まあ、なしはもうね、旅行行くときにスーツケース持ってこれで、こうやって持って歩いちゃってもいいかなと思うんですよね。貴重品だけ入れて。おいおい、嬉しいよ。なんでこんなの突然出てきたんって思った方もいると思うんですけど、まあ僕が実はこのジャッツは必ず旅行には持っていくんですね。なぜかっていうと、これすごい軽いんですよ。で、サブバッグとして、もうエコバッグ的な感じでこうやって畳めるんですよね。こういうふうに。 で、このままスーツケース入れとけるんですよ。で、入れとくと、で、本当これがエコバッグ、ナイロンのエコバッグだったら、この格好にエコバッグこんな持てないじゃないですか。だけど、このマイクロファイバーの雑だと、全然負けないんですよね、この格好に。現地でちゃんとドレスな格好しても、全然 OK。全然持ってもおかしくない。ですよね。で、まあ、ほとこれもすごい、すごいちっちゃくなるんで、 スーツケースにこうやって入れとけばいいんですよ。まあなんならまあ本当にこう平べったくして入れた方がいいかな。僕は大体そうします。でなんか貴重なカメラとかだけちょっと入れて、こうやって入れちゃうとかして、するとほとんど場所取らずに重さもほとんどすごい軽いんで、で、現地ではなんかこういう格好に遜色ない。なんかいきなりこういう格好なのに、いきなりね、あのナイロン持ってるとかもなんかあんまりかっこよくないから。という意味ではこのザッツは旅行バッグとしては、旅行のサブバッグとしては実は最適だったりするので、 突然これを紹介したっていうわけで、ちょっと尊すぎたと思うんですけど、またザッツの紹介そのうちしますけど、これは一つ旅行のティップとしてはいいですよというところです。さて、最後に、インコテックス。インコテックスです。The world's best trousers ですね。そのうちインコ特集もちょっとやろうと思ってるんですけども、いくつか新しいの来てるんで。じゃん。ウールドパンツに見えるじゃないですか。 これがね、すっごい軽いんですよ。すっごい軽くて、すごいストレッチ効いてるんです。わかりますかすっごいストレッチ効いてるんですよ。で、薄くて軽くって、1枚で。で、これはもう、手後ろがそうだ。こうリブになってるんですよね。なんで、これはもはや、こんだけ、あの、ウールのトラウザーズらしてるのに、多分この辺のパンツと履き心地、ほとんど変わらない。遜色ないと思うんですよね。ちょっと履いてみますね。 はい、入ってみました。すっごいもう、ビヨンビヨンなんで、着心地は楽なんですけども、まあ見た目も、まあほんと完全にトラウザーのそれですよね。だからもう、なんならもうこれも、こうオーバーサイズの T シャツとかじゃなくて、まあ本当にザノーネとかのポロシャツでコンサバティブにいっちゃってもいいのかなと思うんですけども、でね、あとね、 生地が薄くて軽いので、僕はこれダブルであげちゃってもいいのかなと思うんですよね。ダブルで短めにあげてあげるとすごいかっこいいんじゃないかなと思うんですけど、そうすると、ちょっと重みがあって下にグッと引っ張られるんで、多分綺麗にシレットが出るんですけど、そんな格好で旅行に来てるやついないじゃないですか。だからもうそこがやっぱり、ま魅力かな、みたいな。これでね、なんか新幹線を待ってるとか、 飛行機に乗ろうとしてるなんていうリゾート地に行くおっさんとか、まあちょっとかっこよすぎるでしょうと思うので、まあそういう意味で1ランクちょっと上に行くぜって人はこっちを選んでもいいのかなと思います。じゃあ現地でのちょっとジャケットスタイルに変えてみますね。はい、えっと足元をボードのボーディランジのローファに変えて、これフィンジャックですね。フィンジャック。これもすごいか軽くてシアサッカーでめちゃめちゃストレッチが効いてるやつなんで、すごい軽いやつ。カーディガン代わりに使えるやつ。こういうカーディガン代わりに使えるやつ、 を一個持っていくと便利ですね。で、これを着てあげると、もう完全にもう、なんだろう、オフィスカジュアルレベルになりますね。まあ、これで、あのー、リゾート地でどこ行っても恥ずかしくない感じじゃないかなと思います。中ほんとポロシャツとかだともっと多分クラス感出ると思いますね。だからそういう、ちょっとそういう風に変えてあげてもいいと思いますし。で、さっきちょっとお話ししてた、その、靴なんですけど、靴はやっぱり、あの、まあ、うん、 着回しが効く方がいいと思うんですね。な、現地でその一足だけ履いてるとか、そのご飯のためだけにその靴持ってくって結構タフだと思うんで、とはいえ3泊4泊した時に靴一足だけっていうのも結構辛かったりするじゃないですか。なんとなく。なんで、そのどっちでも使えるよっていう意味で、僕が今回紹介したやつは、ドレス系の格好にも使えるスニーカーだし、カジュアル系の格好にも使えるローファーっていうのを紹介してます。ちょっとおさらいしていくと、まずヘルロラミナーの えっと、スカラッパって読むのかなとのコラボレーションの、まあ今っぽいそのトレランっぽいデザインのスニーカーですね。あ、スター方いか。このスニーカーですね。ちょっともう僕私物で履きまくっちゃってね、もう汚れしちゃってるけど、まあこういうやつ。で、あとは、まあシャツにも合うというコンセプトで作られてるヨークのスニーカー。これもオンでもオフでもジャケットスタイルも使えるのでいいですよね、と。えっ、ー、と、今僕が履いてるボードインランジ。 これで、ね、新作なんですよ、今期の。ローファー。タッセルがね、彼らメインだったのは、今季ローファーが出てきて、と、このフェランテの、えー、っと、これも私物なんでちょっとすごい汚れてますけど、で、この二つが何がいいかっていうと、これもそのうち紹介しようと思ってるんですけど、とスニーカーみたいなんですね。僕は足が弱いので、あの、全然こういうドレスシューズって馴染むまですごいきついですし、馴染んだ後も足を痛めながら我慢して履くっていうのを今までやってきたんですけども、この二つに関しては、 全然それがないです。履いた瞬間から味馴染みも良くて、結構距離歩いてでも大丈夫。だから本当に展示会、ピッティの展示会とか、そういったところでもめちゃめちゃ活躍してるツーブランドなんで、ちょっとそれもご紹介。本当、騙されたと思って履いてもらえばスニーカーみたいに履けますんで。ちょっとこの辺はまたベッドご紹介していきたいと思うんですけど、やっぱりそのオンでもオフでも使えて、長距離歩いても耐えられるっていうようなものの靴を、あの、やっぱり持っていった方がいいかなという感じです。で、これらを、まあ、 パンツはその、この中のどっかのブランドに1個でいいですよね。で、ジャケットも1個持ってって、カバンもどっちか1個持ってって、靴はまあ、オンとオフの2色、1色は履いていきましょう、みたいな感じで、やっていくと、荷物がかなりコンパクトになる、なるの割に、あとはもう上のトップスをポロシャツに変えたり、シャツに変えたりとかするだけで、随分旅行先での、なんか雰囲気が変わります。女性がね、あの、毎日毎日お、あの、おしゃれしてこう変えてるのに、男性だけずっと同じ格好、みたいな思い出が、 残らないようになりますのであの、ぜひこの辺を参考にですね、ちょっと試してみていただければなと思います。こういうなんか本当ね、カーディガンっぽいジャケットもいいですよね。昔はそのニットジャケットってもっとね、なんかすごい派手な柄が多かったのが最近こういう風に普通に使えるものが増えてきてるから、この辺もね、改めていいなぁなんて思いますよね。という感じです。じゃあ今日の動画は以上です。今日、今日、今ゴールデンウィークなのかな 今日からゴールデンウィークまた楽しんでいただけるためのなんかこう旅行のアイテム探していただければなと思います。夏にもまた使えるんで、まあショーツとかと合わせてね。ちょっとね、でも、ジェリアは結構他にもスポーツアイテム強いので、あの旅行とかで強いもいっぱいあるんで、また同じような特集するかもしれませんけど、飽きずにぜひ見てください。で、えっと、まあジェリアファッションチャンネルね、あの、まあこの動画いいねしていただけるとすごい嬉しいですし、まあ、登録の方もぜひよろしくお願いします。 あと、インスタグラムなんかでも、僕のインスタグラムの方で結構こういうコーディネートいろいろ紹介して、あの、なんかまあ、こういう聞こなしもできるよとか、まあ、こういったシーンでこれがいいんじゃないみたいな提案もしてますんで、あの、ぜひ、フォローの方をしていただければ嬉しいです。それでは、また次の動画でお会いしましょうじゃあねはい、今日もありがとうございました。先日ですね、あの、うちのスタッフが来て、 まあ、キグチアっていうやつがいるんですけども、うちの YouTube スタッフがいて、森さん、あの、ゴールデンウィークどうしますかって言われて、撮影どうしますかって言われて、まあ、あの、僕は一応、まあ、立場上やった方がいいって言った方がいいのかなと思って、まあ、やった方がいい、いやろっか、やった方がいいんじゃないって言ったら、その言葉は待ってましたって言われまして、なんかゴールデンウィーク中も撮影するみたいです。まあ、なんか、人遣いが荒いというか、まあでも YouTuber ってこうやってね、休みも何もなくやるんですね。 っていうことがすごくよくわかりました。なので皆さんもちょっとね、ゴールデンウィーク中も多分リリースされてくると思うので、あの、なんとか見ていただいて、いいねの方を押していただくというのを協力いただければなと思います。頑張ってます。では、また。